早速ですが始めましょう。中断してしまったガンプラバトル世界大会決勝、勝手にリマッチ。チーム戦だと3対1になるため、今回は代表1名ずつのタイマンバトルとさせてもらう。さあ決着をつけよう。いやー、素晴らしいバトルだったね。私も現役時代を思い出して熱くなってしまったよ。ミスターの現役時代ってどんな感じだったんですか？輝いていたね。あの頃は輝いていた。何もかもが世界中でバトルし、勝利し、またバトルする、そんな輝きに満ちた日々だった。多くのスポンサーがつき、ミスターガンプラと呼ばれ始めたのもこの頃だ。ある時、私はアメリカで開催された大会に参加し、そこでウィルという少年と出会った。私のファンだというその少年は、決勝で私に挑戦すると笑った。私はその子に、力を尽くした素晴らしいバトルをしようと口では言ったが、その子が決勝まで残るとは思っていなかった。だがウィル少年は決勝の舞台で私の前に立った。彼とのバトルは、私が久しく忘れていた互角の相手と戦う高揚感を思い出させてくれた。年の差なんて関係ない、新たなライバルとの出会いを心から喜んだ。ミスター、そろそろ。お互いがお互いを高め合い、戦っている間にもさらなる成長を遂げていく。そして素晴らしい時は瞬く間に過ぎ、私は彼に。ミスター、帰ってきてください。すまない、昔を思い出すとついね。チャンプ、恥ずかしいから人前で昔の話をするのはやめてほしいんだけど。すまんすまん。ところでウィル、君は8年前のあの機体捨ててしまったのか？いや、まあしまってあるよ。私も同じだ。捨てられなかったが、使うには辛すぎた。君もそうだろ？ジャンプ、恥ずかしいからそういうの。そうだ、せっかくこれだけ多くのファイターが集まったのだから、バトルロワイヤルと行こうじゃないか。私とウィルは8年前の機体で出よう。なんで僕まで？ウィル、君もファイターならわかるはずだ。なんでもかんでもファイターだからわかるで片付けるのはチャンプのダメなところだよ。ガンプラファイターとはそういうものだ。さあ、我こそはと思うファイターは出撃してください。お二人には最深部で挑戦者を待っていてもらいましょう。
のブレイクディアスでエキシビションマッチのリベンジをさせてもらおう。Why not?